水戸市坂戸町坂戸郵便局2階パルルンの本社スタジオから生放送。はい、あれが坂戸郵便局の本社スタジオ2階でございます。こんなところでやってるんですよ。ここで10時まで喋って車に乗って水戸駅南口コンボックス310階サテライトスタジオに移動して、まあ6時間半勝手に増やした6時間半喋ってるんですけれどもね、放送が終わって3時間ぐらい経ちました。今4時半です。今日放送後期はですね、この坂戸郵便局の2階の本社スタジオの目の前にあるファミマの駐車場で私の車の中からお送りしていきたいと思います。はい、皆さんお疲れ様です。912回目フライデーブランニュークルーズ無事に終了いたしました。ここは坂戸町坂戸郵便局本社スタジオの前のファミリーマートの大きな駐車場を止めさせていただいて放送後期始めたいと思います。西日が眩しいですね。これはね、もう本当にね、今日はね、自転車ちょっと単純かなと思ったんですけどね、僕の中では勝手にね、水戸の人は自転車あんま乗らないで車ばっかなのかなと思って、とんでもない、もう自転車の思い出いっぱいいただきました。ありがとうございました。で早速ですね、今日も長くなっちゃうと思うんですけれどもね、お付き合いください。あんまりにも長すぎてデーブさんの弟さんは2分聞いてやめたって言ってました、この間そんなこと言わずに5分ぐらい聞いてください。まずですね、そうね、ハマレオさん、はい、ハマレオさんは自転車というよりフィットネスバイク、まあエアロバイクってやつですね。僕も思ってるんですけどね、フィットネスバイクというものを3ヶ月くらい前に買って、仕事のナイフは毎日1時間、俺もやってたんですよね、1時間ね。やっぱ確かにね、1時間でちょっと痩せるんですよね、毎日やるとね。1時間漕ぐと決めて、なんとハマレオさんはこの3ヶ月で12キロも減りました。このままダイエットを続けて学生時代並みとはいかずともその近くまで、体重を落としたいです。3ヶ月続けるとそうなるんだ。まあいろいろ食事制限とかもしたんでしょうけどね。素晴らしい。ガッチャン、昨年まで坂戸郵便局の前、この前だ。この前を通って会社まで片道30分、自転車で通ってました。そうだったのね。こたつ猫さんの話、いい話なんだよ、これ。まあ、お子さんがいらっしゃるね、パパさん、ママさんだったら経験があるかもしれませんけれども、兄貴の子供たちが自転車を乗り始めた頃、上の姪っ子が補助輪を外し、自転車に乗る練習をしているところにちょうど出くわしたので手伝いました。10分、15分ぐらいで乗れるようになったんですが、私は結婚していないので子供もいません。子供が自転車に乗れるように父親が手伝うということがありますが、そういう経験を味わわせてくれた姪っ子に感謝です。うわー、いい話。僕にもね、20歳の娘がいますけれども、何歳ぐらいだったか、やっぱ小学校の低学年の時にね、何時間かかけてね、乗れるようになった時の味わえる子供との感動というか、あれは本当に一生忘れないぐらい思い出ですよね。だから子供にとっても思い出だし、親にとっても補助輪を取った自転車に乗れるように一緒に練習するという思い出っていうのは忘れないもんなんですよね。横横さん、雨の被害はほとんど毎日乗ってます。自転車で10分とかからない場所に大きなスーパーマーケットが3カ所、そして銀行、郵便局、ホームセンター、すべてありますが、ホームセンターや車で行き、広い駐車場で駐車スペースを探してうろうろするよりはるかに早く用事が済みます。坂道もなくて本当に快適に自転車生活を送ってます。天気には弱いけど、歩くより早くガソリン代かからず体力がついて健康になって、自転車はいいことばかり。自転車万歳自転車万歳。そうね、駐車場のスペース探したりさ、出るとき渋滞しちゃったりすること考えたら、さーっと自転車で行ったら早いかもしれないね。豆福さん、自分は高校時代自転車に乗って通っておりましたが、通っていた高校は自転車で片道1時間くらいの場所でした。しかも途中には大きな坂があり、行きは下り坂なので楽なんですが、帰りは上り坂で、しかも部活の疲れもあって毎日が大変でした。でも3年間いい運動になりました。ちなみに自分が通っていた高校は電車でも帰るんですが、
1時間に1本くらいしか来ないローカル線が通るところの高校で帰って大変なので、雨の日以外は頑張って自転車で通ってました。多分でもその育ち盛りに鍛えた、まあ、部活でもそうだけども、こういう通学での自転車という筋力というのが多分かなりの貯金になってね、高齢になってからも生きるんじゃないかなと僕は思いますよ。坂戸のよい子さん、高校生の時、東京の竹の塚から、野球特待で、来てた子がお金がないから自転車で竹の塚まで帰って戻ってくるときは特急で戻って帰ってきたということがありました。相当あるよ。だって俺がこれから帰るぐらいのとこですからね。だから距離にして100キロぐらいあると思いますけど、あの東海ハーちゃんのやつは全部読みたいんですよ。こんな長いメールでね、お父さんがねひたすら家族のために一生懸命働くお父さんへの思いとか、あの本当に揺れ動く幼心をすごく綴ってくれて、読みながらすごく僕と奥ちゃんで感動したんですよ。ありがとうございました。岡山の瀬戸ちゃんね、自転車で、大学生の時は自転車で家庭教師のアルバイトのため往復20キロ、漕いだり、岡山県内を1日最大100キロのサイクリング旅行に出かけました。現在は8年前に購入したロードバイクを大事に乗っています。まあ、自転車大事にしてる人多いね。山爺さん、自転車で一番先に思い出すのは震災の日、東日本大震災だね。 3.11、 普段は車通勤だったにもかかわらず、なぜかその日に初めて自転車で15キロの道のりを汗をかきながら通勤して、帰宅難民にならずに助かったことです。なんでそのため、その日たまたまね、虫の知らせっていうか、震災翌日もガソリンを使わずに移動できたので大変重宝しました。その時の相棒はすでに廃車としてしまいましたが、防災グッズにもなるので今年の正月に折りたたみ自転車を購入しました。みんなちゃんと自転車が近くにあるんですね。野球大好きさん、自転車ですが6歳の娘ちゃんが1ヶ月ほど前にやっと一人で自転車に乗ることができて、今は時間さえあれば9歳の娘と3人でサイクリングしています。車に気をつけてね。初メール十旦ママ、私たち夫婦の共通の趣味がロードバイクに乗ることです。夫が先に乗り始めたのをきっかけに、妻の私もおよそ3年前に乗り始めました。スポーツ経験は全くなかったんですけれども、走った後の爽快感や自然を感じられる楽しさなど、いろいろな魅力にはまってしまいました。いやー、でも水戸に住んでたらいいねね、自然がいっぱいあってね、千箱のあたりとか越えたら気持ちいいだろうな。アンパイアさん、私は大学時代にマウンテンバイクに乗っており、アルバイト代で稼いだお金で20万円のものを買いました。今では考えられないです。昨年4台目を購入しました。4万円のマウンテンバイクで、初代からすると5分の1の値段でしたが、ブリヂストンので走りやすく、とても重宝しています。今では土日は、毎週朝、ひたちなか市や水戸市の、神社にマウンテンバイクに乗って通っています。神社巡りっていいらしいですよ。この間、ちょっと占い師さんに見てもらったんですけどね、やっぱ神社をね、巡るっていうのは本当に運気が上がるんですって。平凡ファミさん。はい、何年か前のある時から、母親の電動式を乗るようになったと。母親がもう自転車危険だし乗らない方があって、反強制的に私、息子、もともとは息子の乗らなくなったママチャリで通勤してたし、まあいいかなって。楽しんね、電動式は坂道もぐんぐん上がるんです。それが2ヶ月前だったかな、突然走ってる途中で電源オフに、思いったら電動式に慣れていたからもう辛いってもんじゃないのよ充電器の寿命です。最近はまた歩いて通勤しています。あ、まあ電動式もいいけどね、やっぱ皆さんのメールいただくと、やっぱりちゃんと声で運動になった方がいいかもね。こっからはね、ちょっと危険なやつね。大洗のひろちゃん、学生時代東京世田谷のアパートから、最寄りの駅までおよそ15分自転車で通っていました。とある朝、電車の時間がギリギリだったんで、電車に間に合うようにと自転車を飛ばしていました。急いでる途中、突然
自転車の前輪にガクーンという衝撃が走りました。アスファルトの道路の真ん中になんと直径40センチで深さが10センチくらいの穴があり、前輪がその穴にスポッとはまりました。その衝撃とともに私はアスファルトの地面に叩きつけられました。後で思い返すと、乗っていた自転車から穴にはまった衝撃で自転車の前に投げ出され、見事に前転して仰向けに背中から落ちました。手や背中、足、顔の一部に擦り傷をこさえてしまいました。そこで終わればよかったんですが、これすごい落ちよ。自転車の前のアスファルトに叩きつけられ、横たわった私の体の上を、なんと私が今まで乗っていた自転車が通り過ぎていきました。だから無人の自転車がだよね。つまり私の体を私が乗っていた自転車で引いてしまいました。私の顔とポロシャツとズボンのちょうど真ん中には縦に自転車のタイヤ痕がしっかりついてるではありませんか。自分の乗っていた自転車で自分の体を引くという前代未聞の出来事です。なんだこれ。俺こういうシーンをね作れって言われてもなかなか難しいですよ、何回やってもね。いやーすごいなひろちゃん。で、先週の放送後期でも言ったんですけど、大笑いのひろちゃんと大笑いのゲーマーひろんさんってラジオネーム似てるなーっつって、で会った感じもなんとなくちょっと雰囲気が似てて、なんかそしたら先週テーマで初めて買ったレコードが2人ともオリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑だったという、ちょっと私の中ですごくヒットしたんですけれども、また今回ちょっとかぶってて、大笑いのゲーマーヒロさん、自転車と聞いて恐怖の体験を思い出しました。自転車は小学校1年生で乗れるようになりました。補助輪を外した3日目だったと記憶しています。初めて一人で自転車で遊びに行こうとした時です。自宅の近くで緩やかな下り坂を下ろうとしていた時に意外とスピードが出て、慌てふためいてブレーキをかけられず、 T 字路で一時停止できず、大通りを横切ってそのまま段差1メートルほどの空き地に落ちてしまいました。幸いなことに軽傷で済みましたが、もし道路を横切った際に車が来ていたらどうなっていたか想像できません。危険エピソードでまた被ってるし、危険エピソード、カエル家来さん、幼稚園の頃父親と兄と近所へサイクリングに行きました。幼稚園の頃なのよく覚えてますね。兄は自転車に乗れるようになったばっかり、私はまだ自転車では乗れずに、父親の自転車の子供用シートに乗せてもらっていました。しばらく走っていると不慣れな兄が転んでしまい、慌てて父親が私が乗ったままの自転車を止めて兄を起こそうとしたところ、止めた自転車がふわっと倒れ、私は側溝の角に頭をぶつけ流血してしまいました。父親が着ていたカーディガンで頭を押さえて家に帰った記憶があります。何針か縫いましたね。その傷はだいぶ大人になるまで小さなハゲになっていて、たまに触ってツルツルした感触を楽しんでいました。いやー、よく覚えてんな、幼稚園の頃のやつね。でもわかるよ、お父ちゃんとかお母ちゃんだってね、子供を自転車に乗せて走るってことに慣れてないから、これどなたかにも1回や2回それに近い出来事あったかもしれないね。けいこちゃん、これもちょっと面白かったね。主人は数年前の1月3日、タロキチっていうのは、ケイコちゃんのお家のね、ワンちゃん、タロキチを連れて、ママチャリではなく、ロードバイクで散歩へ。タロキチは、他の犬のうんこが大好きで、食べてしまいます。そういう犬いますよね。犬って、自分の糞も食べちゃったりするじゃないですか。そのタロキチはすごいスピードで走り、うんこを見つけ、チャリの前を横切ると、主人はチャリごと前転。私が家に帰ると顔中血だらけ、擦り傷だらけの旦那がいました。今日こういうメール多かったよ。船吉さんもそうよ。高校生の頃、ある夏の日の学校帰り、期末テストで帰りが早かったんですが、帰り道ちょっと近道をして帰ったんです。家まであと 500m メートルくらいの場所、坂を下って登る細い道で、片側が田んぼ、もう片っぽは茅が生えている道で、下り坂をガーって下って勢いで上り坂を登ろうとしたら、まるで漫画みたいにその上り坂の途中で止まってしまったんですが、ここで茅の方に倒れればいいのものを、なぜかそういう時に限って引き込まれるように田んぼ側にドテッと
チャリごと倒れました。田植えの後だからチャリも制服もドロドロ。自転車を引き上げ、泥だけの制服で家まで自転車を押して帰りました。周りの人たちからは驚きと哀れみの顔で見守られ恥ずかしかったです。こんな体験をする人はそうそういないかなと思いますが、なんと娘も中学の時同じように田んぼに落ちてました。顔も似てるけど行動も似てますね。だってこれ希望の時間内に俺紹介できなかったんですよね、ごめんなさいね。今 YouTube 見てます？王様の耳はコオロギの耳さん。自転車の思い出と言われると、保育園の時親に買ってもらった自転車を思い出します。商品名がピーターパンという自転車だったんですが、いつも自転車のことをピーターパン、ピーターパンと呼んでいたので、この年になっても自転車という単語からピーターパンという言葉を連想してしまいます。自転車行ってね、すいません、白いピーターパンありますって言うかもしれない。すごいね、幼い頃のねインプットっていうのはね。いやー、肉グラ45さんもね、もうほんと初代から6代目までのね相棒を詳しく紹介してくれましたが、初代は太陽戦隊サンバルカンの補助輪付きだって。ピーターパンじゃなかったね。いやー、やっぱね、でもみんなね相棒っていう言い方をしてね、みんな大事にされてるんでね、自転車をね。常温コーラさん、これも危ないよ。高校生の時に通学していたら急に眠気に襲われ、下り坂で瞬きをしたつもりでしたが、ほんの1秒程度でしょうか、眠ってしまったようで自転車漕ぎながら眠ってる人聞いたことないけど、気がついたら数メートル進んでいました。走っている車がいなかったらから良かったですという。怖いね、みんなね。アイラブグレックさん、子供の頃から父親が厳しくて自転車は危険だからと買ってもらえませんでしたが、こっそり練習をしていたので、夏休みに山中湖に行った時に貸し自転車で湖畔を巡ったりしていました。どこで誰の練習してたんだろうね、お友達のかな。我が家に自転車が来たのは子供たちが幼稚園に通い始めた頃、私はもう30歳過ぎていました。それ以来何十年となくてはならない大切な相棒です。いいね、みんな自転車のこと相棒って呼んでる。その間何代くらいと付き合ってきたのか、自転車は免許がないので年齢は関係ないけれど、最近は自転車の事故も多くなっているんで、もうしばらく気をつけて楽しみたいと思います。自転車侮っちゃいけないですからね。まあ自分もそうだけど、人に対してぶつかっちゃったり、スマホ見ながらね漕いでたりとかね、あとは音楽聴きながらなんか危ないですからね。カイ君のおばちゃん、黄色い、前かごがついたカマキリ自転車を、買いました。カマキリ懐かしいね。坂戸じゃね、肉グラ45さんもカマキリの話してましたけど、うちでもねカマキリ乗っててね、なんだあれカマキリ、カマキリみたいな感じだからかな、流行ったよね。デリさんもね、東海ハーちゃんと同じように、お父さんへの思いをね、書いてくださってね、お世辞にも裕福じゃなかった我が家には、毎回もないし、父にも免許がありませんでした。新聞配達で使うようなブレーキが、ワイヤーではなく、金属の棒で繋がっている、ごつくて重たい父の自転車が、我が家のたった一台の車両であり、一番高価な乗り物でした。雨の日も風の日も、父を、片道45分の会社に連れて行き、休みの日には機械油を刺してボロ布でピカピカに磨いている、その自転車はまさに我が家の自家用車でした。うん、思い出がいっぱいありますね。なにわのグロッキーさん、これいい話だよ。自分が思い出がある自転車は大学時代に購入したマウンテンバイクです。大学2年生くらいだったと思います。部活で他の大学に出稽古に行った時に、その時期に調子が悪くて、自分の出来も最悪でボロボロにやられて、当時のコーチからボロカス言われました。当時、資格取得に向けて塾の費用をアルバイトして、月々貯金をしていましたが、むしゃくしゃしてその貯金に手を出して購入して10万円くらいのマウンテンバイクを購入しました。そんな高い自転車を購入したのは人生初。マウンテンバイクに乗るのも初で、そのフォルムの無骨さ、スピード感すっかりハマってしまい、20キロから30キロくらいの距離なら自転車で当時は移動していました。大阪の中心部はもちろん、転勤で愛知県に行った際も通勤、普通の交通手段で大活躍。
栄やテレビ塔など今までテレビで見ていた場所を一緒に走り、まさに相棒でした。出た相棒。結婚までのおよそ7年間一人暮らしの際も無事だったのに、結婚して新居のアパートの引っ越した途端に早々に盗難に遭いました。悔しくて悔しくて、またマウンテンバイク乗りたいですが、盗まれたあいつのことを考えるとなぜか購入ができず今に至っています。本編でも言ったんですけど、僕の友達が大切にしていた、長年使っていたマウンテンバイクをね、盗まれたんですよ。で、SNS でね、動画でね、頼むから盗んだ人、お金あげるから返して、お金あげるから返してください、俺のマウンテンバイクって切実に訴えてて、もうそれぐらいね、いろんな思い出、もういろんなこう思いを、そのマウンテンバイクにかけてきたんだなって思いましたけど、多分そんな感じでしょ。はい、水戸のゆうとくん、ちらっとね、スタジオの前に来てくれて、いや、俺もバタバタで外に出ていけなかったんですけれども、気がついたらもういなくて、あれ、映画行ったのかな、すぐね。水戸のゆうとくんは、ゆうとくんもそうだけど、お父さんも、そしてお母さんも、3人でね、ファミリーでくれたんですが、今日はお母さんのやつ紹介しようと思って。私が小学校6年生の時、卒業間近の時でした。担任の先生に半年間いじめを受け、まあ、あんまり大きな声じゃ言えないですけど、昔、そんと先生も、ひいきする先生がいたりとか、今みたくね、ほんとコンプライアンスっていうか、むちゃくちゃな時代でね、まあ、鉄拳制裁もあったし、まあ、そんな時代でしょ？先生からいじめを受け、不登校になってしまいました。今ではありえないことですよね。そんな時に何度も母が自転車の後ろに、私を乗せ、しっかり捕まってなさい、と言って、学校まで乗せていってくれました。叱ることもせず、ただ、母の背中から泣いている様子が伝わってきたのを覚えています。学校に着くと母が私を下ろしながら、あと1ヶ月の我慢だよ、その一言にすっと心が楽になりました。その母は今認知症になり施設にいます。どんな状態でも長生きしてほしいです。泣きそうだ。ありがとうございます。いいメールもありますし、笑えるメールもあるし、おいおい、ドキドキしちゃうメールもありますね、今日はね。健造さん、最初の自転車は中学時代に通学用に買ってもらった5段ギア、まだ変速機がない時代です。ただ僕は足が短いので、足がギリギリしか届かなくて、止まるのが縁石のある路肩のみでした。じゃあ降りられるところは隕石を探さなくちゃいけないわけですよね。おかしいな。ブーちゃん、久しぶりですよね、ブーちゃんね。現在の集まれ7階中学校まで片道8キロ半を自転車通学していました。この季節は道路にカエルさんが死んでいて、これ来たのがちょうど12時半ぐらいだったから、ちょっと小さな声で紹介したんですけど、お食事時だから。道路にカエルさんが死んでいて、私の自転車がカエルさんを跳ね上げ、後ろの友達に飛んでいくというカオスな状態で大騒ぎして通っていました。なぜか私に飛んできた記憶はないんですけど、今でもその友人と会った時はカエルの話で大笑いになります。 8.5 キロも距離があればいろいろ思い出がありますけど、カエルが一番笑える思い出です。抜ける。さあ、いろいろ紹介してまいりましたが、ほんと今日はね、いろいろね、危ない目にあったとか、本当に自転車への思い出、あとは自転車をめぐる家族の思い出もあったり、で、まあいろいろな中でやっぱりちょっと面白かったやつで、ディレクターの森ちゃんが一番受けてたやつにしました。今週のメール対象、こちらです。はい。京都から来た娘さんです。イエーイ。はい、京都から来た娘さん、大学時代の思い出です。あの頃は真っ白に近いくらいの金髪で自転車通学、服装もボーイッシュな感じで、後ろから見ると完全にやんちゃなお兄ちゃんでした。
若気の至り。いつも通り学校から帰ってくると、帰っているとパトカーが猛スピードで後ろから追いかけてくるんです。サイレンを鳴らして、そこのお兄ちゃん止まりなさいって言ってます。もちろんお兄さんじゃないので止まらず走っていると、さらに猛スピードで私の進路に回り込み、有無を言わさず止められました。なんですぐ止まらないのと怒られましたが、お兄さんじゃないんですけどというとすごく恐縮され、盗難車の捜索だったようで、私のが自分の自転車だと分かると、ごめんね、と言って逃げるように帰って行かれました。人は見た目で判断されるよなぁと実感した一日でした。取られたことはあっても、取ったことはありません。いやいや、面白かった。いや、もうなんか今日はね、本当に結構横一線というか、すごい感動したのもあったし、爆笑したのもあったし、難しかったんですけどね。今日はもうディレクター森ちゃんが決めました。ねえ、ジョニーさんのリクエストでユニコーンの自転車泥棒ってリクエストありますけど、ここで書ければよかったかな。ね。はい、今週のメール対象、京都から来た娘さんでした。おめでとうございました。さあ、ということで、皆さん紹介していきたいと思いますよ。はい、自転車チャリンコでいただいた方々、純不動、まあおよそ北順なんですけど、豆福さん、坂戸のよい子さん、大洗のひろちゃん、野球大好きさん、そして十端ママ初メール、シカちゃん、平凡ファミさん、ケイコちゃん、ハマレオさん、ガッちゃん、横横さん、東海ハーちゃん、ユッキーさん、ジョニーさんに、岡山の瀬戸ちゃん、山爺さん、アンパイアさん、カエルケレイさん、キッコリーさん、アイラブグレックさん、クナキシさん、常温コーラさん、王様の耳やコオロギの耳さん、大笑いのゲーマーヒロンさん、こたつ猫さん、カイ君のおばちゃん、バスコゾウさん、ザ・ナイツさん、これキックボードのね、話も良かったですね。いやー、なんかね、ちょっと調べたら、まあ、リスナーさん調べてくれたんですけれども、まあ、ニクグラ45さんなんですけど、江ノ島でキックボードのレンタルやってるみたいなんで、ちょうど僕あさって茅ヶ崎行くんですよ。ちょっとやってみたら報告しますね。水戸の正信さんもね、最近ね、マウンテンバイクを買ったって言ってましたね。なにわのグロッキーさん、デリさん、ケンゾーさん、カオリン、ゆうとくん、ニクグラ45さん、ドリームトーさん、やっぱりリトラクダブルライトの話ってフレーズが結構出てきましたね。りょうさんに、ブーちゃん、京都から来た娘さんに、ゆうとの母ちゃん、ありがとうございました。今週もさあ、来週はどうしましょうかね。913回目ね、来週はね。来週7月ですよ、もう。7月2日かな？やんなっちゃうね。いやー、もう、東京オリンピックも始まるわけですよね。感染者数が増えてますけれどもね、くれぐれもお気をつけいただいて、また元気な、皆さんお互いにね、元気で来週の金曜日もお耳にかかりましょう。はい、今週もどうもありがとうございました。青木孝太郎でした。東京帰ります。